御三家。呪術界御三家とは、呪術界において長い歴史と権力を持つ禅、五条、家紋の三つの家紋のこと。代々血筋によって伝わる壮大の術式を受け継いでおり、このためですね、術式を受け継げなかったものや才能がないもの、呪術が使用できないものについては、たとえ正室の子であっても冷遇され、逆に壮伝の術式さえ受け継いでいれば、側室の子であっても厚遇される傾向にあるんです。しかし作中では、御三家については他にも様々なエピソードが散りばめられており、そこから作中では明かされていないエピソードが見え隠れするんです。ということで今回は呪術界御三家について徹底解説したいと思います。なお、呪術廻戦第138話までのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。御三家の一つ、鴨家。そんな鴨家の時代当主は、京都高3年の鴨憲俊。表向きは鴨家の嫡男として迎えられている鴨なんですけども、実は側室の息子で、正室は鴨家宗伝の術式を持った子供を産めなかったので、術式を持って生まれた鴨憲俊が嫡男として本家に迎え入れられたんです。このことからも、鴨家にとっていかに宗伝の術式が重要かわかりますよね。しかし鴨は嫡男として迎え入れられたものの、側室の息子ゆえ大きな苦しみを味わうんです。というのもですね、鴨憲俊の母は、ただれた側室として本家の人間からいじめられ、ついには家を追われてしまうんです。しかし鴨の母が別れ際に告げたという言葉、それは今でも彼の支えになっているんです。助けた数だけあなたは人に認められる。いつか立派な術師になって母さんを迎えに来てね。偉大な術師になろうと日々切磋琢磨し、同年代でもトップクラスの実力者となった鴨は、鴨家時代当主として自覚するようになったんです。そんな鴨家の作中に登場している関係者は、史上最悪の術師、御三家の汚点として名を残した鴨憲俊。鴨憲俊は明治初期に活躍した術師であり、呪術界御三家の名家鴨家に生まれ、様々な呪術文化財を残した人物です。その一方で基本的には自分自身の目的や欲のためならば手段を選ばない人物であり、他のものを踏みにじることを何とも思ってない人間性の持ち主と作中では描写されています。しかし本来の鴨憲俊はどんな人物だったか明かされていない。というのもですね、第134話にて明かされたように、鴨憲俊の中身は別の何者かなんです。何者かは脳を入れ替えれば肉体を転々とできる術式の持ち主で、その術式を使って鴨憲俊となったに過ぎないんです。そんな鴨家宗伝の術式は赤血素術。自分の血液と血液がついたものを自在に操れる術式であり、シンプルゆえに汎用性が高く、近距離、中距離、遠距離、あらゆる距離での戦いに対応できるバランス力の高さが最大の売りなんです。作中ではですね、仮払いから鮮血まで登場しています。そして五条家がですね、菅原の道真を遠い先祖としているように、作中では明かされていないものの、実は鴨家にも実在する人物との関係性が伺えるんです。そう、史実において漢字こそ違うものの、鴨家は実在していて、鴨家は安倍の生命の子、鴨の忠之を輩出したとされる家系なんです。鴨の忠之はそれまでバラバラだった陰陽道の3部門、天文道、歴道、陰陽道を統括した非常に有能な人物で、陰陽家鴨氏を確立したことで知られています。このような陰陽道への精通から、天皇からは絶大な信頼を得ていました。ちなみに鴨の忠之は老いの中身を言い当てる石符という透視術を得意としており、天皇の前で披露したこともあるそうです。また鴨の忠之といえば今昔物語のエピソード、今昔物語集では、鴨の忠之と生命のこのエピソードが語られています。ある夜、生命と忠之は代理から自宅に帰宅していました。牛舎で忠之は寝ていたんですけども、牛舎の外にいた安倍の生命に呼び起こされて外を見ると、そこには恐ろしい百鬼の群れが。これが百鬼夜行。安倍の生命は驚き、鴨の忠之を起こし、鴨の忠之はとっさに術を使い、自分たちの姿を隠しやり過ごすんです。鬼の姿というものはですね、そもそも修行したものでもそうそう見えるものではないんですけども、安倍の生命はいち早く気づいた。鴨の忠之は幼くして鬼を見ることができた生命に類稀な才能を見出し、愛弟子として陰陽道を伝えることになるんです。と、ここまでは鴨という同じ姓を持つことから、御三家鴨家は陰陽師鴨の忠之との共通点があると話してきたんですけども、実は鴨家は払う側の陰陽師ではなく、怨霊とも関係があるんです。それは崇徳天皇、菅原の道真、崇徳天皇、平将門は日本三大怨霊として知られています。そしてゼロ館と呼ばれる東京都立呪術高等専門学校では、菅原の道真は五条悟、つまり五条家の先祖ということが明かされています。そこで気になるのは、崇徳天皇と平将門はという疑問です。順当に考えるならば、日本三大怨霊と御三家の関係性が思い浮かびますよね。ではですね、鴨家と崇徳天皇についてどう関係するのでしょうか。そもそも崇徳天皇は父鳥羽天皇の第一王子として
して1919年に生まれ、若干3歳で天皇に即位します。ところが父鳥羽天皇からは疎まれており、天皇になってからも上皇になって以降も大きな権力を持つことが許されなかったんです。そんな中で1156年、皇室内部の権力闘争によって朝廷が後白河天皇側と崇徳上皇側に分かれ衝突します。これがかの有名な保元の乱です。結果としてですね、崇徳上皇側が敗北し、崇徳上皇は讃岐に飛ばされてしまうんです。しかし崇徳天皇は讃岐での軟禁生活の中で経典を写本することに精を出し、反省の意味も込めて本を作り朝廷に送るんです。ところが後白河天皇は呪詛が込められているのではないかと疑って本を送り返してきたんです。これに激しく怒った崇徳天皇は舌を噛み切り、その血を使って本にこう記すんです。日本国の大蔓延となり、公を取って民とし、民を公となさん。そう、まさしく皇室を呪詛する言葉なんです。その後呪いによって多くの犠牲者が出たことは言うまでもありません。そして崇徳天皇は1164年に崩御すると、その棺からは蓋を閉めているにもかかわらず血が溢れてきたと言われています。崇徳天皇が血で呪詛したことによって多くの犠牲者、まとめと崇徳天皇が自分の舌を噛み切って血を流し、その血を使って呪詛したことによって多くの犠牲者が、そして死に際には棺から血が溢れる。なぜ血なのか。血といえば血液を操ることができる鴨家宗伝の術式、赤血宗術。鴨家と崇徳天皇は血で呪うという意味で全く同じ。そう、鴨家は日本三大怨霊、崇徳天皇と関係しているんです。御三家の一つ五条家、そんな五条家の当初は作中では明かされていません。しかし第93話で井野から明かされた情報によると、現在五条家は五条悟のワンマンチームとのこと。五条悟が融通を利かせたことによって虎杖悠仁のように助けられた人が数多くいるんです。この研究からもですね、五条家の当主かどうかは不明ですが、五条悟は五条家を代表する立場といっても過言ではありません。そんな五条家を代表する五条悟ですが、五条家宗伝の無下限呪術と陸眼を合わせ持って生まれた現代呪術界における最強の呪術師なんです。牛黒当時曰く、うん百年ぶりの無下限呪術と陸眼の抱き合わせであり、作者の芥見ゲゲ先生によると、無下限呪術を持つ五条家の人間は他にもいるんですけども、使いこなすには術式を視認できる陸眼が必要不可欠で、現状それをできるのは五条悟のみとのこと。そんな五条家宗伝の術式は無下限呪術。五条悟の周りには術式によって現実化させた無限があり、打撃や呪力による攻撃はもちろん、返り血や瓦礫なども五条に近づくほど無限に遅くなっていき、五条との距離は決してゼロにならず、透明の壁に遮られているかのように届かなくなる能力なんです。また術式の応用で長距離を瞬間移動したり、自分の攻撃を目にも止まらぬ速度に加速することもできるんです。ただし使いこなすためには緻密なコントロールと緻密な計算が必要であり、常時発動しようものなら脳が負荷に耐えきれず焼き切れてしまうんです。しかし五条は反転術式も同時に発動し続けることで脳を絶えず修復し、他の術師にも不可能な術式の常時発動を可能としているんです。そんな無下限呪術は術式順天青から挙式紫まで登場しています。そして無下限呪術と切っても切り離せないのが陸眼。陸眼とは五条悟が生まれつき持った目の能力で、相手の術式を瞬時に見破ったり呪力を探知することができます。緻密な呪力操作が必要とされる無下限呪術にも陸眼は必須で、陸眼があるからこそ無下限呪術が使えるとも言えるんです。ただし負荷もそれなりに高いため、普段はですね、目隠しで目を覆って能力をセーブしているとのこと。また史実においても五条家は実在しています。五条家はですね、菅原道真の子孫、菅原為長を祖とする公家の家系です。まずはですね、ゼロ館と呼ばれる東京都立呪術高等専門学校にて次のように訳されています。五条悟乙骨雄太は日本三大怨霊であり、超大物呪術師の菅原道真の子孫、そして五条頭骨は遠い親戚。では菅原道真とはどのような人物だったのでしょうか。菅原道真は平安時代に実在した中流階級の人物です。中流階級のですね、学者の家柄に生まれた道真は若い頃から頭が良く、神童と呼ばれ学問に長けていました。その頭脳から宇田天皇に寵愛された道真は瞬く間に政治家として出世していき、醍醐天皇の時代には最終的に大臣にまで昇級するんです。しかし出る杭は打たれる。貴族たちはこのような異例の出世を心よく思っていませんでした。そのため菅原道真は天皇を陥れようとしているという嘘の情報を流されてしまい、罪をかぶって九州太宰府へ左遷されてしまうんです。
結局ですね、菅原道真の罪は晴れることはなく、2年後にその土地にて死んでしまいます。菅原道真はあらぬ罪を着せられ、無念の死を遂げたんです。そんな道真はなぜ日本三大怨霊とまで呼ばれているのでしょうか。それはその後のたたり。道真を陥れた藤原時平が39歳で死去すると、次々とたたりのようなことが立て続けに発生するんです。道真の死後、宮廷内で落雷が発生し、複数の貴族が亡くなってしまう。そう、宮殿の人は菅原道真の怨霊の仕業だと恐れるようになったんです。こうしたことが理由で、天皇はですね、生前の菅原道真の罪を無実と改め、死んでしまった道真に高い階級を与えることで、なんとか魂を鎮めようとするんです。また落雷を恐れた人々からは、道真は雷神と崇められ神格化されるように。これが菅原道真が日本三大怨霊と言われるゆえんなんです。その後、鎌倉時代初期、菅原道真の子孫菅原為長は大蔵卿に昇進して以降、その子孫たちも公卿に列せられていきます。そして朝廷における貴殿堂の領職を独占し、その後近代に至るまで高辻家、五条家、東坊城家、唐橋家、清岡家、桑原家の6つの家に分かれるんです。そう、五条家もその一つだったんです。御三家の一つ禪院家。そんな禪院家当主といえば、第26代目当主特別一級術師禪院直人でしたが、直人は第138話にて帰らぬ人となってしまいます。では禪院家当主はどうなるのか。それは直人が残した遺言状に委ねられます。そこには息子の禪院直哉を次期当主として認める遺言もあったのですが、しかし遺言状の最後には驚愕の一文が。何らかの理由で五条悟が死亡、または意思能力を喪失した場合、伏黒当時との誓約状を履行し、伏黒恵を禪院家に迎え、同人を禪院家当主とし、全財産を譲るものとする。そう、禪院直哉を当主として認めつつも、五条悟次第では当主は伏黒恵になってしまうんです。禪院家の当主は禪院直哉と伏黒恵の戦いに委ねられた。最終的にはですね、この二人に禪院家当主になる目標を持っている禪院真希も加わり、禪院家の次期当主は決まるんじゃないかなと思ってます。そんな禪院家の文化といえば、女性蔑視と術式至上主義です。まず女性蔑視について、当主の禪院直人は才能がないという理由から、禪院真希と禪院真をひどく扱ったり、真希についてはですね、進級ができないように阻害までしていました。三歩後ろ歩かれへん女は死んだらええ。また次期当主候補の禪院直哉に関しては、真希を蔑んだりするなど露骨に女性蔑視しています。次に術式至上主義について、第79話の五条悟の禪院家は才能大好きという発言からも、禪院家はですね、御三家の中でも特段術式至上主義が強いと言えます。家にですね、送電持ちの伏黒恵を金を積んででも買おうとしていましたよね。そんな禪院家送電の術式はやはりというべきか、徳佐の影棒術。徳佐の影棒術といえば伏黒恵の術式です。なぜ伏黒が送電の術式を使えるのか。それは父伏黒当時に起因しています。伏黒恵の実の父伏黒当時は術師殺しの異名を持つ殺し屋であり、実は御三家の禪院家出身。普段はギャンブルに手を染めてやる気のない態度が目立つひょうひょうとした人物なんですけども、その本性は非常に冷酷で狡猾。実際に五条悟も僕が引くレベルのろくでなしと言い放ってましたよね。そしてその生活は荒れ切っているんです。術師の暗殺を請け負い、大金を稼いでくることはあるんですけども、貯金をするわけでもなく、仕事に就くわけでもなく、ギャンブルであっという間に無一文になってしまうんです。当時は基本的に無職であり、普段は複数の女性のところを転々とし渡り歩く、いわゆる肝なんです。まだ当時は生まれつき呪力がなく、術式を使うことはできません。そのため第113話にて、俺にとってはゴミダメと明かされているように、禪院家での当時の扱いは非常に悪かったんです。こうした禪院家のひどい扱いからグレてしまった当時でしたが、恵みの母、いわゆる一人目の妻と出会ったことで丸くなっていきます。しかし恵みを産んで間もなく妻が亡くなり、五条が引くように僕が引くレベルのろくでなしとなっていくんです。その後当時は再婚するも行方をくらませてしまい、恵みは再婚相手の連れ子である義理の姉の積み木と二人で暮らしていきます。そして恵みは将来的に禪院家に売られるはずだったところを、小学校1年生の時に五条悟の働きかけもあり、伏黒恵みが将来術師になることを条件に禪院家に行くことは阻止されるんです。まだ第113話での禪院直人と伏黒当時のやり取りからも、伏黒恵みが送電の術式を持っていることがほのめかされています。術式の意味がはっきりしたらお前にやらんこともない。もちろん金次第だから。送電なら銃やろ。まとめと禪院家の出だった伏黒当時は、銃術が一切
使えずにひどい扱いを受けていた。しかし全員家の血筋だったことから息子の伏黒恵が送電の術式を受け継いでいた。そして第113話の全員直人と当時のやり取りから伏黒恵が送電の術式を持っている可能性がほのめかされている。そんな徳佐の影棒術は自らの影を媒介に10種類の式神を呼び出す術式で、手で動物を模した影絵を作ることでその動物に応じた姿の式神が現れます。式神が完全に破壊されると二度と顕現させることはできないんですけども、その式神が残した術式と力は他の式神に引き継がれていくんです。ちなみに神話に登場する徳佐の神だからが由来とのこと。そんな全員家といえば五条家との御前試合、それは第117話での伏黒恵の回想より明かされます。慶長または江戸時代において五条家当主と全員家当主が御前試合で本気で戦ってるんですけども、その結果ですね、なんと両家の当主とも死んでるんです。そして五条家の当主は五条悟と同じ陸眼持ちの無加減呪術使い、全員家当主は伏黒恵と同じ徳佐の影棒術使いなんです。こうした経緯もあって五条家と全員家は非常に仲が悪いんです。実際にですね、全員家元当主全員直人も五条悟が獄門教に封印されたことで五条家の衰退を喜んでましたよね。話は戻って全員家送電の術式、徳佐の影棒術といえば式神を召喚する術と紹介したんですけども、史実に基づくと式神といえば陰陽師の安倍の生命、安倍の生命といえば作中に登場する鴨家のモデルとなっている鴨の忠之の弟子としても知られている人物です。そんな安倍の生命は式神を自由自在に操ったとされており、生命が刺激した式神たちはこう呼ばれていました。十二神将、十二神将とは仏教における神々、そして十二神将の中にはマコラと呼ばれる神が存在しています。マコラとは徳佐の影棒術最強の式神、八塚の剣異界神将マコラ、まとめると同じ式神使いであり、そして双方ともマコラへの関係性があることから全員家と安倍の生命は関係している可能性があるんです。という感じでですね、御三家と陰陽師の関係について解説してきたんですけども、全員家もやはり日本三大怨霊と関係しているんです。五条家が菅原の道真、鴨家が崇徳天皇、では残る全員家は平将門となります。そもそもですね、平将門は約1000年前の平安時代中期に活躍した関東地方の武将でした。しかし939年、平将門は京都の天皇の圧政に反旗を翻すんです。そして自ら親王と名乗り、関東に独立国家を築こうと戦を仕掛けるんです。これが世に言う平将門の乱、戦術に長けていた将門でしたが、最後は朝廷側に隙を突かれてしまい死んでしまうんです。そして将門の死後、その首は平安京に運ばれ晒し首の刑になります。しかしですね、何ヶ月経っても生きているかのように目を見開いて腐らず、切られた私の胴体はどこにあるのか、持ってこい、首をつないでもう一戦しよう。平将門の首は夜な夜なこう叫び続けていたそうです。そんな平将門には呪術を使う滝夜叉姫という娘がいるとされていますが、実はこの滝夜叉姫ガマガエルの術を使うとされています。そしてガマガエルといえば全員家送電の術式、徳佐の影棒術の式神なんです。そして極めつけは名言の共通点、平家といえばですね、平将門の他に歴史上もう一人有名な人物がいますよね。それは平清盛、高原の乱の後実権を握り平氏全盛期を作ったのが平清盛なんですけども、平家全盛期を表す非常に有名な言葉を皆さんはご存知でしょうか。平家にあらずんば人にあらず、日本史にも登場する有名な言葉なので聞いたことある人も多いと思うんですけども、この言葉別のところで聞き覚えありませんでしょうか。全員家の言葉と全く同じなんです。第41話、交流会にて釘崎と対峙した西宮は全員家から不当な扱いを受ける全員舞についてこのように語っています。全員家にあらずんば呪術師にあらず、そう、平家と全員家の言葉はまるで言い換えたかのように全く同じになっているんです。他にもですね、全員家の全員という名字の名の由来は禅宗の寺院なんですけども、平将門は海禅寺という寺を建てたり、かの有名な平将門重複伝説など平将門と全員家の共通点と考えられるものは散りばめられているんです。まとめます。当主が明らかになっているのは全員家のみ、御三家送電の術式はそれぞれ無加減呪術、赤血槽術、徳佐の影棒術と考えられる、鴨家は鴨の忠之、全員家は安倍の生命と関係している可能性が、そして注目の日本三大怨霊との関係性、五条家が菅原道真、鴨家が崇徳天皇、全員家が平将門をルーツとしているんです。手を伸ばす